こんにちは、まなみです。近年、UFO の目撃情報は世界各地で増加の一途をたどっていますが、その中でも多くの UFO が飛来する場所として原子力施設が目立って報告されている事実があります。これらの事象が意味することに、私たちは真摯に向き合う必要があるのかもしれません。今回の動画では、世界各地の原子力施設に飛来した UFO の報告を取り上げ、それらが示唆する宇宙人の警告について考察していきます。驚愕の最後までお見逃しなくご視聴してくださいね。福島原発 UFO 事件。2011年3月26日、福島第一原子力発電所の上空で奇妙な動きをする白色の未確認飛行物体の情報が注目を集めました。福島原子力発電所爆発事故は3月11日の東日本大震災の発災からさらに発生した二次被害の甚大さに世界中から目が向けられていました。未曾有の災害となった東日本大震災の連日の報道の中で、地震と原発事故の様子を映した NHK が撮影した宮城の映像の中に、プラズマのような白い光が映り込んでいるとした情報がツイッターで話題となりました。そしてこの不思議な事象に関連する情報が元自衛隊空将の証言から真相に近づくと思われる内容が記されたのです。それは2010年夏、航空自衛官の最高位とされる元空将の佐藤守氏が上司した実録、自衛隊パイロットたちが接近遭遇した UFO という著書からでした。それには何人もの自衛隊パイロットたちが実名で UFO との遭遇体験を告白する内容が綴られたものでした。衝撃の内容はたちまち人々の関心を集め、急遽インタビューが行われる運びとなり、佐藤氏は自身の体験から次のように述べたのです。日本の上空には UFO はうようよいます。まず、UFO とは宇宙人の乗り物という意味合いを指すものではなく、アンアイデンティファイドフライングオブジェクトという文字通り、正体を確認できない飛行物体すべての総称であることを述べ、日本の領空を守る任務を負う自衛官は安全保障の問題として、このような正体不明な物体に対して国が真面目に情報収集に努め分析するべきだと語りました。現状では現場のパイロットが UFO を目撃した場合、報告書に記しても事実が却下されることが常であり、意見する者については精神的におかしくなったと判断され、その後の活動において致命的な処分対象とされることに憤りを感じると訴えました。近年においては、極東の地域などでは UFO として判断した未確認飛行物体らが中国の極秘兵器だったとすることなども想定できることなどが懸念点とされ、それらを見極めるためにも UFO とするものについての詳細なデータ収集は不可欠だと語っています。そして2011年3月の福島第一原発事故に伴う UFO の目撃情報にも言及しました。佐藤氏は UFO に搭乗している、もしくは遠隔操作していると思われる知的生命体が各原発に多大な関心を持っていることを示唆していると考えていいのではないかと語っています。UFO 目撃を受け入れない体質は航空機パイロット等でも聞かれる内容ですが、なぜそれほどまでに否定するのか不可解であると言えます。突飛とも思われるマニュアルには何者かの思惑が介入しており、隠蔽する意図があるように思われます。アメリカ発電所に集う UFO。アメリカでもウェストバージニア州の発電所内を飛び交う複数の UFO 映像が公開され話題となっていました。白くて丸い浮遊する物体が4機ほど戯れるように飛ぶ様子が収められた映像は、撮影したパイロットをはじめカメラマンには観光令が敷かれていたとされていますが、ディスクローズされた情報のようです。
アメリカの情報機関を統括する国家情報長官室が公表した2022年の未確認空中現象 UAP に関する年次報告書によると、22年8月時点で未確認飛行物体を含めて510件もの報告が計上されたといいます。報告書の記述内容には、UAP はアメリカの制限空域などで発生し続けていると指摘し、地球外生命体の存在を示す証拠はないが、敵対勢力を視野に入れた場合の飛行の安全に寄与することに懸念があるとして、外国政府の関与も視野に入れた調査が重要だとされています。報告に挙げられた510件の情報のうちの半数以上は目立つ特徴はなく、無人機や気球のような物体だと判断されていますが、原発や核兵器の保管場所付近で見られた未確認の現象もありました。アメリカ当局では22年7月に UFO 調査専門部署として21年11月に仮設した空中物体識別グループを全領域以上対策室と改称してさらなる調査を継続しています。そのような中、アメリカ誌フォーブスの内容に UAP 研究のための科学連合に所属するダグラス・ジョンソン氏が情報自由法の下で入手したアメリカ合衆国原子力規制委員会の文書から2015年から2019年の間、全米24の原子力発電所に少なくとも57のドローンの侵入があったことを公表しました。この59件にも及ぶ事件の調査結果は、驚くことに49件は未解決とされながらも調査は終了しているといいます。2019年12月にはアメリカ最大のパロベルデ原発に3フィートほどの大きさの2機のドローンが侵入しました。それまでに開発されてきたドローン検知技術により操縦者の特定は容易に行えるはずだったのですが、その時では特定に至らず未解決のまま終わりとなりました。謎のドローンは UFO の可能性もあり得るとされています。原発内に飛行物体が侵入するリスクは非常に大きいもので、使用済み核燃料が貯蔵されているプールは原子炉のように堅牢な作りではないことから、プールに大きな衝撃を与えなくとも冷却水を抜くだけで大惨事を招くこともあり得るとして、ドローンによるテロ攻撃に対しては脆弱な部分だといいます。飛行物体はどのような意図を持って頻繁に原発への侵入を繰り返しているのかが疑問であり、思われる節には頻繁に侵入を繰り返しても何も起こらないことを繰り返すことで、再び訪れても何も起こらないだろうとする思い込みを植え付け、油断をさせる狙いがあるのではないかとも考えられています。このような憶測を伴う飛行物体の存在は、テロ組織のドローン、もしくは UFO だとする見方もでき、不思議なことに原発や核兵器のあるところでの飛来情報が多いことには何か意味があると思われます。インド、クダンクラムに飛来した UFO。2024年3月、インド現地ミラー市にタミルナドゥ州南部にあるインド最大の原子力発電所であるクダンクラム上空に UFO が飛来したと記事に掲載されました。それは現地時間で19時30分、インド警察捜査官であるサイード・アブドゥル・カデル氏により、駅の上空を急速に移動する明るい光点が撮影されたものでした。彼の目撃情報によると、物体は移動する際に揺れながら上下に飛んだといい、それはいつも南の方角のクダンクラム原子力発電所の方向で、暗すぎず明るすぎない時間帯に何度も現れたとしています。これと同じくして、インドの主要な UFO 専門家であるチェンナイのインド UFO 研究協会の理事長であるサビル・フセイン氏は、元アメリカ軍専門家の支援を受けて、同国の核施設付近の不可解な目撃情報のいくつかについて、深刻な行動を取るように促していました。UFO と誤認してしまうものとして、木星や水星、シリウスなどの惑星がありますが、
今回の事象にはこれらは当てはまらないとして、その理由に当時ティルネルベリの空図では金星が西の地平線の下、日没の下に完全に隠れていたことを挙げています。クダンクラム原子力発電所はティルネルベリの南約50マイル、インドの南国境に近い場所にあり、カデル氏がこの物体を目撃した同時期に、他にもチェンナイ郊外のマハーバリプラムの東海岸ではエイリアンを目撃したという報告もありました。こちらの地域にはカルパッカムのマドラス原子力発電所があったのです。これらの原子力発電所付近での UFO の出現については、2019年、ハッシー・サビール氏なる人物が最高裁判所に対して、それらについての報告を無視しないように警告を請願していました。UFO 研究家の中では、インドと隣国パキスタンが核兵器を保有していることから、カシミール地方をめぐる核戦争のリスクを懸念していたのです。インドで報告されたこれらの事例は、アメリカやロシアなどの発電所や原子力関連施設で働く人々が、施設の上空や周辺にて奇妙な物体を目撃した証言と非常に酷似しています。これらの事例は、原子力関連施設に関する軍事的な何らかの問題が起きているか、背後でうごめく謎の存在がうかがえるように思われます。スロベニアの光る UFO。 2010年7月19日、スロベニア、ノボメスト上空に UFO が出現しました。その UFO は青白い美しい光を放つ機体で、4人ほどの目撃情報が寄せられました。スロベニアでは2008年10月24日にも、クルシュコ原子力発電所付近で紫、赤、緑、青と様々な色に変色する UFO が目撃されており、携帯ビデオに撮影されていました。目撃された時刻にその地域では5分間の停電が起きていたことから、停電を起こしたのは UFO だったのではという噂が囁かれています。原子力発電所に現れる UFO は何らかのエネルギー操作を行ったのか、自らが多色に発光しながら人目に現れることにどのような意味があるのか、謎は深まるばかりです。 UFO が警告するもの。原子力関連施設に出没する UFO の情報は、人類史上最悪の大惨事となったチェルノブイリ原子炉爆発の際にも目撃されていたことが報告されています。ロシアの地元新聞による記事の内容には、UFO が現れ原発事故の被害を少なくなるように介入していたとする驚愕の記述がありました。1986年4月26日午前1時23分、チェルノブイリ原発事故が発生し、炎に包まれた施設から広島型原発の何倍もの大量の放射性物質が放出されました。炎は原子炉の3番目のパワーユニットに迫る勢いでしたが、消防士が数時間後に何とか炎を消火することができました。しかし、その結果、消防活動を行った消防士の多くが放射線被曝によって死亡したとされています。原子炉の4番目のパワーユニットは修理が必要とされ、その前にいくつかのテストを行う必要があったのですが、このテストはうまくいきませんでした。管理会社は施設の実態を把握できていない現状にもかかわらず、その原因についても明確にしないまま、4番目のパワーユニットの不調を押して運転を進めました。これが悲劇の始まりとなります。4番目のパワーユニットの爆発は非常に大きかったのですが、幸運にも核爆発ではなく、加熱蒸気によって破壊された熱爆発でした。原子炉にはおよそ180トンもの濃縮ウランがあり、仮にこれが大きな爆発を起こした場合、ヨーロッパ大陸の半分が消えるほどの威力だとされています。チェルノブイリ原発事故は史上最悪の原発事故とされ、15万人もの周辺住民は二度と自宅に戻ることはできず、約4000人の除染作業員が被爆したとされています。しかし、
チェルノブイリ原発事故が大惨事とされる事故でありながらも、この範囲内に収まったことには、UFO の助けがあったからだとする説が囁かれているのです。その内容には、UFO が4番目のパワーユニットを爆発の危機から救ったのではないかとするものがありました。原子炉が危機に直面していたその時、チェルノブイリ原発の4番目のパワーユニット上空に対空する UFO を多くの人々が目撃していました。目撃者の証言では、UFO は6時間もの間、そこに対空していたといい、その様子を何百人もの人々が見ていたと報告されています。この驚くべき情報は、事故の約2年後に公表され、その時の目撃者の詳細な証言が語られました。その内容は次のようなものです。我々は夜に爆発の場所へ行き、火の玉を見ました。それは上空でゆっくり飛んでいました。その玉の直径は6から8メートルあったと思います。私たちは深紅の2つの光線が4番目のパワーユニットに向かって伸びているのを見ました。玉は原子炉からおよそ300メートル離れたところにあり、それが約3分間ほど続いた後、光が消えると北西の方向へ飛び立っていきました。パワーユニットに向けて光線が放たれた前後の現場の放射能の濃度の計測をしたところ、被曝度を3000から800へ下げていたことが判明したといいます。これによって最悪の核爆発の発生には至らずに済んだとされているのです。もし UFO の助けがなければ、ロシアからヨーロッパの半分は更地となっていた可能性を記事は指摘し、人類の存続が終わるほどの大事故を免れたことを語るものでした。それほどまでに地球の危機にさらされていた未曾有の原発事故の真相には、不思議な UFO の介入があったことには驚きが隠せません。チェルノブイリにも見られた UFO の出現は、近年でも原子力関連施設で目撃が続いています。UFO 未確認飛行物体は地球の核の存在に何をもって出現しているのでしょう。アメリカ軍の核兵器施設で勤務してきた元空軍大佐ら7人が2010年9月27日、ワシントンのナショナルプレスクラブで記者会見を開きました。その内容で語られたのは、皿型の飛行物体や説明のつかない光などの飛来と同時に、核兵器の管理システムにも異常が発生していることを告げ、アメリカ政府が知り得ている UFO に関する情報を開示することを求める意向を表しました。システムの異常の詳細については、1967年3月、モンタナ州の空軍基地に UFO が飛来した際、核弾頭を乗せた大陸間弾道ミサイルのシステムが一時発射不能の状態となったことなどを挙げました。この時、UFO 研究家であるロバート・ヘイスティングズ氏は、地球外生命体は人類の核開発の状況に強い関心を持っていることを指摘し、時々訪れ地球を破滅へ導くような大惨事を招かないように警告をしているのではないかと語りました。原子力発電所に飛来する UFO の目撃情報が今後も起きると想定できる昨今では、国連での宇宙人との接触を任務とする宇宙大使などが新設され、国連宇宙部のマレーシア人の女性天文学者であるマズラン・オスマン氏を任命するとする報道などが取り沙汰され話題となったのですが、この内容に対して国連は否定しているといいます。何を隠蔽しているのか、全く根拠のないところに持ち上がる内容の話には感じられない事象です。地球の破滅をも起こしかねない核兵器、またそのような事故を招きかねない原子力施設を監視する UFO の出現については、これまでに核兵器が使用されようとすると、UFO による妨害が入ることが確認されていることにあります。原発内に飛来する正体不明のドローンなども、人類が起こすかもしれない間違いを阻止する意図を持って、宇宙人が偵察を行っているのかもしれません。
現代に至り、地球環境の破壊や自ら破滅へ向かうような人類の核の取り扱い方について懸念する神なる宇宙人は、そのような人類の過ちを正す意図を持って訪れていると考えられるのです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。